本物のようだ。あ、なんかすげえ楽しみだね。でも今のところ自分でまだどんな意味なのかって浮かばないから。ああ、すげえあったかい室内が。いや、あ、後半ね、痛かったね。前半は全然痛くなかったんだけど、ずっと多分当てられて、引かれてるうちに、本当に痛くなってきて。だいぶ過ぎてますね。やっぱあの、ね、髪の毛とね、顔にあの気を使わないといけないんでね。あの、見方はみんな工夫するんですけどね。うまいこと寝てますね。さすがですね。おはようございます。おはよう。元気ですか？元気です。風邪ひいてませんか？若干の音が痛いかもしれません。ごめん。すいません。マル君なんかすごい血が出てますよ。首から。起きたらこうなっとった。マジか。痛くないの？あ、全然全然。おー、そうか、さすが。心が痛いぐらい。今日はね、あれですよ、今日は裏でですね、あの、いや、決して僕ハゲてるとかじゃないんですよ。あのですね、ショートカットでボブやろうっていう話になってですね、でも、まあ、せっかく伸ばしたんだし、あの、切るのはもったいないからちょっとウィッグでやってみようって感じなんですけれどもね。朝ですね、ウィッグをまだつけてない状態でメイクをしてですね、そこをカメラで激写され、すごい恥ずかしい思いしたんですけどね。多分より声がこもってるから持ってこって。多分ね、オールモザイクで猫背、うん、オールモザイクでなってると思うんですよ。はい、やってやってやって。お、かっこいいよ。おい、疲れてるだろ。おい、使うのか、使うのか。おいおい、使うか、使っちゃうか。今回の曲は、みつきくんの作詞作曲なんですけれどもね、なんて言うんでしょう、昔懐かしいビジュアル系の要素が結構ふんだんに組み込まれた。僕たちがこうビジュアル系を聴き始めた頃の感じっていうのが出ていて、結構激しくて、ぐちゃぐちゃした、そういう感じの曲なんでね。ライブで絶対煽りで、煽り曲でこう暴れ曲みたいな感じ、あえてそれをタイトル曲に持ってきましたので、楽しみにしてください。これが俗に言う幕の内弁当ってやつですかね。幕の内でしょ、これ。鮭あるし、昆布いるし、背景はこっちの方か。ただいま、アーシャ撮影中でちょっと色味にこだわっています。僕は撮られるのみ、頑張ります。ちょっと仕様が、これ、あ、撮った内容を見てください。ありそう、うん、全然ヒヨリン撮影終わった？ヒヨリン撮影終わった？終わったよ。いい感じ？チョコアンパン、これ昔から好きなチョコレートですね。あの、自分で買って自分にプレゼントです。あの、バレンタインなんでね。これあると買っちゃうんですよ。順次はね、九条さんの話を見てね、文句言ってる。なんか言った？あんま変わんないね。そう、変わらないよ、九条。噛むね。変わらない。いいとこ、そういう、そういうところもね、変わらない。いいとこで噛む。いいところでしょ、どうしょ、どうしょ。いや、なんか順次最近なんかシャキッとしてる感ある。ない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 。嘘。僕いつも変わらないって言う。気持ち悪い。僕いつも何言う。気持ち悪い。何言ってわかんない。今日なんか時々しいね。え？初心に帰らないとやっぱ。
あーあそうそうそう懐かしい、これ赤事務所入る前の赤口流の頃、うん、衣装もそうだし、うん、髪型も事務所入る前のね感じを思い出そうかなと思って、あ、この女の絵を描いたわけ。なんかよくわからん、よくわからん感じでしょ。下手くそ野郎が絵描いてたよ。ありがとう。はい、オッケー。はい、よーい、ブスブス。ありがとう、オッケー。はい、バッチリです。はい、なんか返り血を浴びたので、ものすごいことに顔がなってるらしいけど、なんかこう結構演技力を求められる演出っていうのが今までそこまでなかったから、なんかやっててすごい新鮮な感じもしたし、個人的にもすごい楽しめましたね。向井淳二、向井淳二をよろしくお願いします。日本の国民のみんなのために頑張ります。ひとひとぴっちゃん、ひとぴっちゃん、大五郎、大五郎、おい大五郎、逆だ逆ドーン。シルベーヌがうめえ。おお、それはうまいな。好きでしょ、シルベーヌ。うん、それ意外とね。これうまい。でもね、何個も食えんけどね。何個も食えん。今んとこマジなのに、みんな二人ともマジなのかなんかよくわからないんだよね。マジ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 。いやね、これね、ちょっと顔がアッパーボーラーも後ろになんか。これ大事なとこ捉えて。いやーいやいやビクトリー。体硬いからね。ビクトリー。体硬いんだよね。もう何の靴下これ。これ新選組ショボン。いや ただのハゲじゃん。ただのハゲだよこれ。これ俺今日何これ。人参ドリンクだね。G3。これはあのウィッグです。もうあれひよりの次元が危機に瀕してる。じゃあなんかそれって言うとさ、ハゲみたいじゃん、ハゲみたいじゃん。あれだね、ハゲみたいじゃん。この先ちょっとあのお命が危ないで。いやいや違う違う、ハゲじゃない。もうのこんのお命が。いやハゲじゃないから。おもうこんのお命がお危機におなられてるので。おなりにおなられてる。すごいっす。違うよ、おウィッグなんてものをおかぶりになって、うん、じゃあなんか切るとちょっともったいないからね。いやいや俺毛が、うん、だからウィッグに切ると毛がもったいない。そうそうそう、せっかくだけ貧乏症なん。やってきたよ、九条さんのコーナー。危ない危ない危ない。始まるよ。寝てます。いつもと同じポーズで寝てるのこの人。おはよう。どうすか。うん、何寝てんすか。まだ起きてないっすよ。え、
終わってないですよ。何が終わってないですよ、まだ。何がない？撮影終わってないね、まだ。トロンとしちゃって可愛いな、じゃ超今首痛くなっちゃった。何キスで、え、小嬢さんのキスで起こそうと思ったのに。それはちょっと遠慮するな。なんでだよ、気持ち悪い。キスした、キス。キスはいいよ、キスは。なんでキスはいい。キスしてよ。じゃあせめてなんかカメラの向こうのお客さんにキスしてよ、キス。ああ、そんな嘘くさい、なんか、うんてん、うんてんって、うんてんって、目つぶって、こんな、うん、でいくよ。はい、5、4、3、2、1。恥ずかしい、恥ずかしい。かわいいな、もう。以上、クジャソンでした。じゃあね。アイエンキエン、ほら、キリュウさんの撮影ね。でもね、あの、暴走の村に PV 撮影に来るとバームロールのケータリングが出るっていう、なんか謎のジンクスが。じゃあね、これ良くないですよ。お客様、前回の集会の戦とかのお客さんからね、なんかいっぱいもらったあの、バームロール好きっていう情報で、お客さんからツアー中にもいっぱいもらったんですけど、じゃあね、あの、そのせいでね、僕のね、朝食がね、これバームロールばっかになっちゃって、いや、美味しいは美味しいんだけど、あのね、九条さんのね、体的に良くないかな。ちょっとバームロール食いすぎよ、僕。いやね、でもこれうまいんだよ。いや、うまいんだけどね。いや、だから先生、これが欲しいっていうわけじゃないんだけど、いや、欲しくない。いや、でも美味しいんだよ。いや、でも美味しいから嬉しいんだけど、いや、でもだからあのね、朝食がね、なんかこれになっちゃうのよ。なんかお腹たまるしさ、便利じゃん。いや、僕、九条さん物臭いからさ、だから、あの、差し入れはいらない。いや、でも、なんかあげたのは嬉しいよね。うん、それはわかる。うん、わかるよね。うん、そう、もうみんな優しいよね、不良さん好きなね、もう。うん、いや、食べれないんだって、俺はい、これから、バンド演奏の個人カットのシーンなんですけれど挨拶されてあれだね、あの火がたかれてる、あれはなんて言うんだろうね、あれをね、見るとね、あの浜松のラーメンチェーンゴミハッチの入り口をね、どうしても思い出すよねまあ、浜松に住んでる人じゃないと絶対わかんねえだろうなって話だけど、あ、でも浜松以外でもあんのかな、静岡県西部かな、ゴミハッチの入り口はね、大体あんなのが立っております。ああ火見るの疲れちゃった。だから遠く見ようかな、遠く。僕、ねるねるねるねが好きなんだ。どうでもいいね。なんだかな、食べよう。くんくん、僕の手、臭いかも。なんてね。ありがとう。はい。ありがとう。ありがとう。ちょいちょい。あれ、2回ぐらい何があった。うお、炎あったけーぜ。いや、今日寒いからね。ていうかさ、なんで俺こんなに薄着なんだよ。今日2月だよ、2月なのに腹出ちゃってるよ。あ、お前ちょっと変なこと言うんじゃないよ、面白いじゃないかよ。え、何滑ってる。え、こんなお前な、聞こえてねえんだよ。なんで俺今日こんな髪が多いんだよ。お、寝て起きたら髪が青くなっていたんだぜ。ほな、俺の拳が真っ赤に燃える、アクネス・ゴッドフィンガードーン。あ、ユーケン。そこなら大丈夫。やばい。こっちが止まる。人形の通称。あ、じゃあ。いや。こんなんだよ。それ違う止まるわ。
あ、割れてる割れてる。人気者。いや。なんでそういうことするの。じゃあじゃあ、いや俺ヒース。あだ。わた、あだ、わた。あだ、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 あだ。気持ち。彼はそこの。ボール。ドラムタップの。よし、即興で曲作ろう。やだよ、やめよそれ。それダメ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 。マイドラ先輩にパクられるもん、それ。そうな。うん。でもパクりやがったもん、あいつ、なんだっけ、あの募金ばっかしてるやつ。え？募金ばっかしてる人にパクられた。チャリティさん？そうそうそう、マジマイル。じゃマジマイルっていう曲作ろうぜ、マジマイル。マジマイルね。マジマイル。どっちでもいい。マイターのマイルでも、あのマイレージのマイルでもどっちでもいいよ。両方かけてもいいよ、マジマイル。難しいよ。これは燃えるお兄さん、ファイヤーファイヤーファイヤー、やるじゃない。俺は燃えるお兄さん。あちゃおちゃゲンメッチャー、やるじゃない。はい、気配感じました。あ、そのぐらいの方がいいですね、確かにね。うん、じゃあ、じゃあ、なんかですよ、俺ね。おいだおなし、おなし、死ねよ、おなし、やるやつ、おなし、何でございますか。おなし、名は何と申す。私は、私は、私は誰だ。この緑のお主、名は何と申す。名は何と申す、お主。じゃあ、お主、これは妖刀まとめだ。あのね、正解。確かに妖刀、妖刀でござる。これはまさに。まさってね、なんかね、名前もいいよね。妖刀竹俣。なんだ、来てるね、ヒロリン。今のコントがないわ。今のコントが引く決め。この気温がですか。お前の名は何と。なんと、じゃあなんだこれ、あれ、じゃあ黒船か、お前。黒船、黒船、開国しようよ。変態だな、お前。開国しようよ。早速やめようぜ、早速。開国しようよ。最悪だと思う。回ってるから。最悪だと思う。すごい最悪だと思う。わかるよ、わかる。順次のピロートーク撮ってるよ。結構やられてますよ、僕今。愛犬犬の撮影が終わりました。ちょっと衣装じゃないんですけど、で、あの今僕の顔がどうなってるかもわかんないですけど、多分血まみれになっていることでしょう。寒いです。でも、いろいろ新しい体験できたので、はい、あのいい体験できたなと思いますし、なかなかいい撮影だったと思います。お疲れ様でした。そうねもびっくりしたよ、もう。楽しいね。なんかすごく、今日なんかプロモーションビデオ撮ってるって感じですっげーすんだけど。あ、今からヒロリンが死ぬよ。はい、ついに愛犬犬撮影が終わりました。盛大に逃げながら死んで、ちょっと楽しかったです。こういうイメージシーン、凝ったイメージシーンも結構楽しんでやれたんで、今日すごくいい一日でした。お疲れ様でした。はい、これでね、全
全員、そして全工程が終了したわけですけれども、お疲れ様でした。初めて経験することも各メンバーそれぞれ、たくさんあったと思うので、僕ももちろんそうなんですが、すごく、楽しく撮影できました。寒さを除けば言うことなしですね。完成が楽しみです。どうもありがとうございました。